皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今日のテーマなんですけども、大学のスタートアップ、慶応が東大越えで増加数最多、秋田高知など地方でも広がる企業の目ということで紹介していきたいと思います。はい、まあ、結構ね、大学というのはもともと研究機関なわけですよ、うん、で研究者を育てる場所というのが本来の大学の立場なんですけど、はい、でもやっぱ今はそのね、役割が広がってきてて、悪く言うとね、就職学校的な側面があったりとか、うん、まあするわけですけど、でもぶっちゃけ大学卒業してまあ、就職する人がかなり多いわけで、そういう人たちの役に立とうという大学の意思だったり、あとはこういうスタートアップですよね、大学の研究だったりとか、そういった領域を生かしたり、もしくは大学にいる人材を生かして日本のねユニコーン企業を作っていこうみたいな、まあ、そういうね動きがあるよというのも、まあ一つのね大学の役割になりつつあるのかなと思います。はい、まあ、そこで今回の記事なんですけれども、まず少し紹介をしていきます。はい、国立大学が専攻していた大学発ベンチャーの創出だが、調査からは私立大学や地方の大学の伸びが分かる。大学ごとの増加数では慶応が前年から61社増で首位だった。慶応では3年後までに大学発スタートアップを300社創出することを掲げ、人材確保などの支援を強化している。総数でも2022年度段階で236社と前年の5位から3位に浮上、トップの東京大学371社には及ばないものの存在感が強まっているということなんですね。はい、増加率では地方の大学の動きも目立つ。秋田大学は6社から11社に増加、高知大学は9社から14社に増加など、これまで主に首都圏や都市部の大学に集中していた大学発ベンチャーが少しずつ全国に広がり始めている様子が伺えるということなんですね。なるほど。でやっぱり業種は IT、 アプリケーションソフトウェア系とか、あとはバイオ、ヘルスケア、医療機器が多数を占めるということなんですね。はい、経産省の調査に回答した企業は若い企業が多く、設立3年以内と5年以内が合計 78.5% を占めた。正社員数は5人未満の企業が約半数で最も多い、まあ、だからまだまだスタートアップはほんと少ない人数でやってるということですね。はい、で売上高については1000万円以上5000万円未満が最も多く約3割、次いで1億円以上10億円未満が 19%、 0円が 18.4% だったと。でこの比率は20年前と大きく変わらない。だからなんかすげえ売上が伸びてるのが増えたというわけではないということなんですよ ね。 そうですね。ただ総数が増えてると。で一方営業利益を見てみると、0円の企業が最多で 24%、 反対に1億円以上と回答した企業は 1% に過ぎなかったということなんですね。なるほど。まあ、つまり、まあ、100社あっても1億円の利益を上げられるのは1社ですよということですね。厳しい世界ですね。はい、大学発のベンチャーの多くは大学での研究成果や創業者の持つ技術をビジネス化する目的で設立されていることが多い。いわゆるディープテック領域をはじめ、技術開発が先行して利益を生むまでに時間を要するケースも見られる。この期間を短縮するために克服していきたいポイントもこの調査から見えてくるということなんですね。はい、で課題なんですけども、まず資金調達先は事業ステージに関わらず、創業者やその家族、親族、知人の身内が最も多く、5から7割を占めているそうなんですね。はい、でベンチャーキャピタル、まあ、VC と今後言いますけど、 VC からの資金調達は POC の前後でも約3割に満たないということなんですね。なるほど。ちょっとごめんなさい、専門用語いっぱい出てくるので分かんないけど、すいません、ググっていただければと思います。はい、で VC との関係性については困難に感じたことはないとするのが最多な回答で、ヒアリング調査では研究開発型スタートアップに投資する VC が少ないほか、ファンドサイズが小さい点が課題ということと、あとは各種助成金の申請に対し何をどのようにアピールすればよいか十分に理解できておらず、その方法が知りたいといった声も上がっているということなんですね。はい、僕の実はですね、知人も、まあ、某大学初のベンチャーのファンドをやってるんですよ。そうなんですね。そこはね結構、まあ、もう儲かってますね。そこはね、すごいですね。うん、今やだこなんかね、僕の中では、はい、まあ、今ね結構お子さんとかもいて忙しくなって、まあ、会う機会も減っちゃったんですけど、昔はあの一緒に野球見に行ったりとかする中の先輩で、結構面白い方がいましたね。すごいですね。結構その方はだからこういう話が出るもう相当前からやってらっしゃるんで、そう、まあ、今や結構ね、そのポジション的にはすごいところにつけてますよ。はいはいはい。先行者利益というか、まあ、先行者利益というか、まあ、はい、昔からその投資してましたからね。だから普通に多分聞く人が聞けば、はいはい、あそこの会社の丸々さんねっていう、そういう方ですよ。すごいですね。はい、はいはい、で次ですね、人材面では経営戦略や資金調達など事業化に向けて重要な役割を担うポジションの採用が難航していることが課題の一つとなっているようだと。役員人材のうち必要だったが獲得できなかった割合が一番高かったのが CFO で 24% だった。マネージャー人材ではマーケティング営業と戦略事業開発の人材が必要だったが獲得できなかった割合が高く約3割に上ったということですね。はい、はい、で今回ですね、やっぱりいくつか言いたいのは、はい、まあ、別にこの記事自体はプラスもマイナスもないというか、その、まあ、増えたよねって話だし、まあ、今後その、まあ、日本の中でユニコーン企業を作っていくためにも創業とか企業を増やしていくのは僕は必要だと思うし、まあ、そこに対してそのベンチャーキャピタルをはじめ投資をしていくべきだとは思うんですよね。そうですね。そうなんで、うん、あの、まあ、それ自体は別に、まあ、いいじゃんって話で終わりなんですけども、はい、その最後のところなんですよ、うん、その人材のところを今日話したかったと思っていて、はい、やっぱりその起業をするってなると当然その全部自分でやるってなかなか難しいわけですよ。まあ、そうですね。そうするといろんな人材を、まあ、協力してもらって、そういう方々に来てもらって、で一緒に仕事をするわけですけど、はい、まあ、僕の中で一個思っているのはその
やっぱ大学をスタートにして起業するときに、はい、何を目標にするのかっていうのはすごいあるなと思っていて、はいはい、ちょっと抽象的な表現で申し訳ないんですけど、例えばね、そのユニコーン企業を作りたい、だから本当にだから第二のアップル、アマゾン、マイクロソフト、そういうことを考える場合って、はい、相当こう大きな一歩を踏み出さないといけないじゃないですか。まあそうですね、当然ね。だ目の前の利益がいくらっていうことではなくて、うん、そのサービスによってどうやって世の中を変えられるか、うん、だって明らかに変わったじゃないですか、うん、その iPhone の登場で僕らの生活は絶対に変わったし、マイクロソフトがパソコン作って、まあ元々アップルも作ってたけど、まあ、そういうもので僕らの、ね、生活、なんなら人生絶対変わってるじゃないですか。変わってると思いますね。で、Amazon の登場でさ、うん、なんかもうポチるっていう世界がさ、はい、こう誕生したしさ、そうですね、なんならね、昨日の夜もね、僕 Amazon プライムビデオ見てたし、うん、みたいな、まあそういうさ、なんかこう僕らの本当生活を変えるレベルのサービスっていうのは確かに出てきてほしいんだけど、ただこれ難しいな、はい、いつも思うのは、はい、まあ、詳しくはまた別の動画で話そうと思ってるんですけど、はい、そのやっぱり事業を立ち上げたりとか起業するときって、まあ、何でもかんでもそのなんていうのかな、大きな一歩を踏み出せばいいわけじゃないなと思ってるんですよ。ほう、というのは、はい、僕の周りですよ、あくまで僕なんか言ったら、はい、その起業家業界では雑魚ですから、あんまりね偉そうなことは言えません、はっきり言ってね、雑魚ですから。だけど僕の周りだとどんな人が成功してるかっていうと、はい、元手がかからない仕事をしている人が圧倒的に成功している率が高い。なるほど。そうだから大体みんなアプリを作ろうとか、はいはいはい、なんかその新規サービスを作ろうってやってるけど、僕の周りだとすでに存在している業界でちょっと工夫して何か新しいことをやったりとか、はい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 、まあ、ちょっとそのやり方が上手だったりとか、はいはいはい、そういうのでうまくいってる人が多いんですよ。なんか既存の仕組みを利用してっていうことなんですかね。そう、例えばだから僕がやってることは何でもないわけですよ。何でもない、はい、要はだって塾でしょ、まあ、塾、はい、もう何十年前からあるとか、まあ、塾はそうですね、何十年前、はい、だし、例えばじゃあもちろん個別指導っていうのも昔からあるし、で例えばその勉強をね、法とかスケジュール管理をやっていくっていう塾さんもまあすでにあるよね、たくさん。そうですね。その中で僕がやっていることってじゃあ何が新しいのって言われたら別に新しくはないんですよ、うん、ただそのやり方が多分独特だったりとか、はいはいはい、そのやっぱもっと先取りと勉強量って、うん、ちょっと今まであんまりこう他の塾が言ってこなかったことを打ち出したりとか、確かにだから全くそのただのパクリ終わりではないよ、だったら伸びてないからね、うんはいはいはい、だけど 95% ぐらいは既存のねビジネスモデルなんだけど、うん、5% 10% の新しいアイディアとか、うんうん、ブランディングとかその伝えていき方、あとサービスの設計、はいはい、例えば個別指導って言ったらほぼ大学生が主じゃないですか、まあそうですね、それを社会人でやってる塾ってまずないんですよ。確かにないかもしれないですね。ないですよ、うん、とかでもそれは別にやればできること頑張れば、はいはいはい、とかその先取り勉強、まあ、もちろん上げれば いろいろあるんだけど、うん、でも根本的なビジネスモデルは既存じゃん、うん、だからそういう感じの人が周りにも多い。なるほど。別になんか僕が教育業界だからみんな塾系の人しか知らないんでしょじゃなくて、全然違う業界にいるような、うん、例えば M&A のことやってる友達とか、はい、全然コンサルティングの会社でやってる友達とか、うん、もっとなんかまあ、どこ業界って言うと分かっちゃうかもしれないから言わないけど、もっと本当古いような業界やってる人とかがちょっとやっぱ新しいエッセンスを使ってうまくやるとかの方が今のところの目の前で言うと成功してる。一方で例えばそのアプリを作ろうとかサービスを作ろうって人だと、なかなかその成功するのに時間がかかってて、5年ぐらいやってるんだけどまだそのなんていうの、いわゆる利益がしっかり取れてるわけじゃなかったりとか、まあ確かにベンチャーキャピタルから調達はできてるんだけど、まあ利益は出てないとか、やっぱそういうケースが多いと思うんだよね。なるほど。そう、でもどっちがいい悪いじゃないんですよね、うん、だから僕なんかは別になんかそのね、アマゾンになろうとかそういうふうに思ってない人間なんで、もともとどっちかというと自分が幸せに生きていくために仕事をしたいし、自分がやりたい受験っていう世界で別に頑張りたいと思ってくれた人だけでいいから、うん、その人たちが成績伸びてくれればいいやっていう、うん、ちょっとこう利己的なタイプの人間なので、ただこう世界を変えたいみたいな人だったら多分もっと別のことを考えると思うんだよね。確かにそうですね。そう、だからその点で言うと、うん、まあ、皆さんが今後もし起業したいなって思う人がいるのであれば、どっちの方向なのかなっていうのは少し見てもいいのかなと思いますね。なるほど、はい、ただ一個言えるのは、こういうふうにデータが出てるように大学で創業とか起業がしやすくなってるのは事実、うん、なので、まあ、そういうところをね、一個目標に大学で学んでみてもいいかもしれない。はい、はい、ということです。はい、まあ、というわけでですね、話は以上なんですが、はい、今日はですね、実は本を頂戴しておりまして、うん、実はですね、僕の家に来たんですよ。お、家に。というのは、はいはい、僕、角川で情報戦を制す勉強法っていうね、うん、情報戦を制して合格する勉強法ですけど、うん、それの本をやってるんですが、はい、担当の編集者の方がいらっしゃいまして、その方が手掛けたということで送っていただいた本がありまして、ちょっともう開いちゃってるんですけど、会社で持ってきました。はい、はい、で その方がね、新しく手掛けた本なんですが、はい、実は一回開けてもう一回袋に戻したという動画用にね、はいはい、あれしたんですけども、はいはい、いい本だと思います。はい、はい、じゃん。あ、はい、数学の世界地図というですね、うん、古賀正樹さんというですね、僕の改正の後輩にあたる
方なんですけれども、うん、昔ね一回コラボさせていただきましたね。されてましたよね、キャスライス TV でね、はい、で、はい、あの数学の世界地図って書いてあるんで、うん、あ、なんか数学の参考書かと思う方いると思うんですけど、はい、ですね、むずい数学の話ですこれ。あ、難しい、はい、ハイレベルの、はい、一応コンテンツじゃ読み上げますよ、うん、第1章大数学、はい、第2章幾何学、第3章解析学、第4章数学基礎論、第5章応用数学なんですよ。結構数学苦手な方だったら聞いただけでアレルギーが出そうな、あ、そうっすね、感じのレベルですかね。で、しかも見出し、うん、いきます、はい、第1章の第1項線形代数、第2項群論、第3章関論、合ってるの読み方これみたいな、もう僕ですらちょっとよくわからない、あのそういうレベルの数学の本なんですね。すごいですね。なので、はい、うん、おそらくですね、まあ、大学数学のスタートラインを、うん、まあ、見るっていうための本なのかなっていうふうに思うんですけども。なるほど、はい、まあ、ちょっと違うんだったらごめんなさいって感じですね。さすがにあの僕も全部読めてないというか、最初の方を見流しただけなんですけども、はい、ただ、最初の方を読んでたら僕でも最初の方は理解できました、はいはい、なので多分大学数学みたいなものを少し高校数学とかで噛み砕いて読めるみたいな本なんじゃないかと思うんですけど、うんうん、はい、違ったら申し訳ありません。なるほど、はい、で一応ですね、あの帯にはこう書いてあります、はい、数学が好きな中高生や理系大学生の入門書として、また大人の学び直しにも使えるガイドマップの決定版、うん、ということなので、まあ、だからたっぷり大学の数学なんでしょうね、うん、はい、それの入門書みたいな、うん、で場合によっては中学高校生でも数学好きだったら読み進められるよみたいなのかなというふうに思います。なるほど、はい、まあ、なんかすごい一押しの本らしいので。あ、そうなんですね、はい、もし興味ある方は、うん、あの Amazon にも売ってると思いますので、うん、まあ、もちろん本屋さんにも置いてあると思いますので見てみてください、はいはい、ちょっと僕はねこれ読み切れるかちょっと不安ではあるんですけど、うん、はい、まあ、でもよくあるようなあのフーリエ級数とかなんかフーリエ解析とか僕もよくわかんないですけど、聞いたことのあるような言葉がいろいろ出てきてて、はい、ですね、でも最初の方は、20ページぐらい、もうちょっとかな、はい、30、そう、この8ページのとこまで読んだんですよ。はいはいはい、はい、だけどそこまでは実は家でバーって読んだんですけど、はい、まあ、合ってるかわかんないけど自分なりには理解できたかなっていう、はい、わかんないですけどね、はいはいはい、テストしてもらってないんで、まあ、そんな感じでございます、はい、というわけでね、まあ、もしよかったらお手に取ってください、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。